ゲオールギオス・サベラスは、ギリシャ・アテネ出身のプロサッカー選手。サッカーギリシャ代表、エク・アテネ FC 所属。ポジションは DF。オク・ケルキラで、プロキャリアをスタート。2008年1月、パニオニオス FC に移籍。2010年6月3日、移籍金120万ユーロで、アイントラハとフランクフルトに移籍。加入後すぐに、レギュラーに定着した。 2011年3月12日のシャルケレー4戦で遺跡後初ゴールとなるスーパーロングシュートを決めた。4月8日、ベルダーブレーメン戦で左膝十字人体部分断裂の重傷を負い、2 0 1 1シーズンの残りを棒に振った。2012年1月31日、リーグ2の AS、モナコに移籍。2013年9月2日、ポックテッシャロニキに移籍。 2017年1月21日、トルコのアランヤスポールに200万ユーロボーナスで移籍。2021年、エクアテネ FC に2年契約で移籍。15ノーベンバー2009年11月15日、2010FIFA フフワールドカップ、ヨーロッパ予選のウクライナ戦で代表初招集。2010年5月11日、2010FIFA フフワールドカップの暫定登録メンバーに選ばれたが、 最終登録メンバーからは外れた。2010年9月7日、UEFA ユーロ2012予選、クロアチア戦で、ギリシャ代表デビュー。UEFA ユーロ 2012-2014FIFA ワールドカップにも参加した。ありがとうございます。